海上保安庁大型巡視船巡航型弓張りが、いよいよ就役するとの情報を入手しました。今回は、この大型巡視船巡航型弓張りを中心に、尖閣や南西諸島警護について詳しく深掘りしていきますね。レールガン搭載すればいいけど、尖閣諸島での中国海峡局の動きが徐々にエスカレートしている、現実とフィリピンでの行動を見ると、日本にも、あの態度と行動を仕掛けてくると感じています。石原さんが尖閣を購入していれば違った現実が今あるでしょう。ガンの暴走でこのざまになるとは残念です。日本の海上保安庁では、今年2023年2月に浸水を果たしていた総トン数で、6000トン超級の巡航型巡視船の3番艦である弓張りが、この2023年11月30日に就役を迎えることの正式発表を行った。巡航型巡視船は、ヘリコプターを2機搭載する形式の大型巡視船としては、最新鋭の艦級であり、ネームシップであり、1番艦である巡航は、2020年2月、2名番艦の朝凪は、2023年7月にすでに就役済みである。1番艦である、巡航の建造費はおよそ172億円とされており、総トン数で6742トン、全長が約 140.0 メートル、全幅が 16.5 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊の最新鋭のもが、身型護衛艦とさほど変わらない規模艦とも言える。海上保安庁では、巡航型の前に、同様に、6000トン超級の大型巡視船として、四季島型、秋津島型、黎明型を就役させているが、これらは、基本構造に軍艦形式を採用しており、建造費用は高額であった。これ対して巡航型では、その基本構造は、民間の商船をベースとした形式が採用されており、建造費用の圧縮によって、ある程度の数を揃えることと、それによる南西諸島方面での対応力の強化の両面への対処が基とされている。南西諸島方面の警備体制の強化といえば、まず、真っ先に、尖閣諸島周辺海域への中国海峡局の船舶の侵入の状態化が頭に浮かぶと思われるが、尖閣諸島を管轄区域としているのは、海上保安庁の中でも第11管区海所保安本部である。これに対して、巡航型は、今回の3番艦である弓張りも含め、3隻すべてが第10管区海所保安本部に配属されることとなっており、中国と対峙する最前線たる第11管区海所保安本部を強力にバックアップする配置だと考えられる。尖閣諸島を管轄区域とする第11管区海所保安本部には、同諸島専従の警備体制が、2016年2月、総トン数は、1700トンの1000トン型国先型巡視船10隻を集中配備する形を構築しており、小回りが利き、かつ、ある程度の長期連続出動にも耐える体制を敷いている。これら国先型巡視船に比して、はるかに、船体の規模で、大型な6000トン超級の巡航型巡視船等は、万が一の大きな非常事態の発生時にも、同時複数に対処することと、連続の出動時間が長時間に及ぶことを想定している。そのため、今回の弓張りも含め、巡航型の3隻と、四季島型の四季島1隻、レ、2名型の黎明と暁の2隻の合計6隻の6000トン超級の大型船が、第10管区海所保安本部に配属されることとなっているのだろう。第10管区海所保安本部は、都道府県で言えば熊本、宮崎、鹿児島にまたがり、海で言えば、東シナ海、八代海、太平洋、フィリピン海の一部にまたがる広大な区域を管轄下としており、南シナ海に通じる日本の交易路に直結している。昨今は、中国は、南シナ海の大半を自国の領域だとする主張を、実力をもって誇示する姿勢を強めており、フィリピンとの対立や、アメリカ軍機に対する同海域、及び、その上空での威嚇行動を富に激化させてきている。何しろ、中国は、今年2023年に国内で発表した地図に、これら南シナ海やインドと係争中の山岳地域を自国領だと表記する動きを見せており、こうした姿勢を今後も強めることはあっても、弱めることはほとんど期待できない。そうした現状を踏まえた場合、
海上自衛隊はもちろん、海上保安庁の強化も、日本にとっては喫緊の課題であり、話し合いによる平和的な交渉は継続しつつも、残念ながら、万が一の衝突への備えを怠ることはできなだろう。さて、今回の弓張りに話を戻せば、総トン数 6742 トン、全長約 140.0 メートル、全幅 16.5 メートルであることは前述した通りだが、機関部には4機のディーゼル機関を備える CODAD 方式が採用されている。この機関部の構成によって、弓張りは最大出力で 36,000 馬力を発生させ、最大速力は25ノット以上を発揮。その艦尾には、回転翼機用の飛行甲板と格納庫を備え、2機の回転翼機を運用することが可能となっている。弓張りを含む巡航型巡視船においては、搭載する回転翼機は、現エアバスヘリコプターズ社製のユーロコプター、EC-225 シュペルピューマ MK-II タスが採用されており、これは大型の輸送、汎用回転翼機である。ユーロコプター、EC-225 シュペルピューマ MK-II タスは、操縦者を含む3名の乗務員以外に、最大で24名もの搭乗者を収容できるスペースが確保されており、物資の輸送から救助任務にまで、幅広いよ。II タスは、陸上自衛隊でも4機が調達されているが、その用途は特別輸送任務に限定されており、皇族、総理大臣並びに、海外からの重要人物の移動の際に使用される機体となっている。今回の弓張りを含め、6000トン超級の大型巡視船6隻が第10管区海所保安本部に配備されることは前述したが、残りのこれらの大型巡視船は、秋津島が第3管区、2名型3番艦の朝月が第11管区に配備されている。こうした中で、今は第10管区海所保安本部に配備されている四季島が最も慣例の進んだ船舶であり、1992年4月に就役、総トン数は7175トン、全長は 150.0 メートル、全幅は 16.5 メートルと、海上保安庁で最大規模の巡視船である。四季島は、建造開始の時点では、世界の巡視船の中で、最も巨大な船舶であったが、現状では、中国海峡局の船舶2隻がこれを上回っているとはいえ、それでも、世界で、有数の大きさを誇る巡視船であることは間違いない。1990年に寄港された四季島であるが、これほど、巨大な巡視船が海上保安庁向けに建造された理由は、日本が行ってきた原子力発電所の運用を担うためという、その当時の政治的な情勢から生み出されたものだった。日本が自国の原子力発電所を稼働させた結果、そこで発生した使用済みの核燃料は、イギリス及びフランスの処理工場に送られ保管されていたが、年々増加するその使用済みの核燃料を再利用する手法が行われることとなった。そのために、イギリス・フランス両国に保管されていた使用済みの核燃料を、再度日本へと輸送する必要が生じ、その輸送には、万が一の強奪等のトラブルを防止するため、フランス海軍やアメリカ海軍の軍艦が警備を行うなどの対策がなされた。こうした状況下で、
ひとしの日本は、使用済みの核燃料の輸送に伴う警備任務を自前で行う必要に迫られ、従来の巡視船をはるかにしのぐ航続距離と監視機器を完備した船舶を建造することを決め、その結果、四季島が建造された。四季島は、1992年4月の就役の後、同年11月に実施されたフランスからの使用済みの核燃料の輸送に伴う警備に従事し、その任務を全うしたが、この1回限りで、その後は、使用済みの核燃料の輸送自体が行われなくなった。そのため、四季島は、大型巡視船として、通常の海上保安庁での任務に従事することとなり、今に至るが、就役から、30音に城が経過した2023年現在では、かなり老朽化が進行しており、今後晴れ、2名型の4番艦で代替される方向となっている。防衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発日本が世界をリードする時が来ましたね。日本が、アジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲塔のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で撃ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を撃ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに、日本以外でも、アメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたとおぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では、昨年2022年末に、海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に、2023年度分の防衛予算に、
238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くもこの投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は第一段階の小口径であったと考えられる。日本ではレールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの二つの用途で実用化を目指しており、現時点では2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して、弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になると見ており、その特性を生かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁では、レールガンにおける弾丸の初速を、秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは、例えば現在の火砲の代表例である、戦車砲の 120mm 砲弾が、およそ秒速1750mほどであることより、はるかに高速である。すでに、防衛装備庁では、陸上の施設内におけるレールガンの発射テストは、これまでにも行っているが、そこでは、弾丸の初速が、秒速2300m弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。では、こうした物理的なレールガンの高初速な弾丸を、いかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空、防空兵器としての用途や、敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。個人的には、いかに、レールガンの弾丸が高初速とはいえ、飛来する敵のミサイルを迎撃するためには、弾丸自体は未誘導であると思われるため、敵ミサイルの軌道を、いかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は、今後、ますます高速化が予期される、極、超音速兵器をいかに捕捉するのか等し、レーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に、敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高初速を生かした小口径ながら、比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていた、その開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と、射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの数。個人的には若干の違和感を感じていた。しかし、これは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに倣ったものであると推察することができる。このレールガンの研究火砲を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して、非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よって、そこでは、レールガンの特徴を前述したように、1秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能に電気使用のため、弾丸初速の調整が可能で、火薬より安全、3弾丸自体が小型で、探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能という点は、これまでにも記述してきた通りだが、
2の弾丸初速の調整が可能で、火薬より安全という点は、電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば、戦車砲の場合、44口径120mm滑降砲よ、ルル、55口径120mm滑降砲が長射程であるというように、重心長が物理的に長い方が砲弾をより加速させ、長射程高威力を実現させる。これが、レールガンの場合、電気をエネルギーとして、弾丸の発射に用いるため、非常に瞬発力が高く、短い砲身であっても、極超音速に到達する速度で、弾丸を発射可能でかつ、電力の調整で、その性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を、弾丸の発射に用いることの利点は、言うなれば、ガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と、電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が、出だしから高い出力を発揮できることを想起させる。また、通電させる電気の量を調整することで、弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは、口径 40mm、全長約 6m、重量約6トンの砲自体から、全長約 160mm、重量約 320g の弾丸を、総エネルギー 5MJ で、8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。40mm という口径は、現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が、主として 76mm や 155mm であることに比すれば、まさに、艦砲というより、機関砲に近い小口径であり、効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものが、どの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。木原防衛大臣がトマホーク1年前倒しで導入を発表し、国産のトマホークとも言われる一蓋式精密誘導弾改めも1年前倒しで検討との情報をキャッチしました。今回は攻撃能力獲得で変化する自衛隊を詳しく深掘りしていきます。トマホーク1年前倒しでアメリカも本気ということが理解でき、日本もようやくというか遅いくらいに急ピッチに配備されています。台湾情勢との関連で、日本の防衛力向上は、中国も慌てるほどのスピードで進んでいます。トマホークはすでにあるのでは。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで、2026年度を、目途に実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて、導入時期を早めることを示唆した。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として、近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく、導入の早期化が求められている。すでに、日本政府は、6日前の10月4日に、
アメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていた。日本は、およそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているが、同ミサイルは、およそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として、海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだ。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦対艦、艦対地の両用途に、使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイル等よりは、格段に長射程である。このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば、迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判も高めにする。そうした意見も一理あることは、完全には否定はできないが、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側は、それらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られる。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば、自軍の艦艇や地上の設備に損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待される。ただし、欲を言えば不幸にして、実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える数量のミサイルを投射できれば、なお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとない。その意味でも、スタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは、現状では必須と思われる。このところ、主として、南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでに、ウクライナ側に西側諸国から供与された中で、最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見える。ストームシャドウは、航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ 250km ほどと言われており、それでも、これまでの供与兵器の中では、最大の長距離兵器とめされている。このストームシャドウも、飛翔速度は亜音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網は、その迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高い。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであっても、ある程度の防空網を備えたロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われる。さて、それでは、日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、一二式地対艦誘導弾の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主であろう。一二式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で、陸上自衛隊が配備を行っている一二式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離は、およそ 200km 弱と、残念ながら長射程といえる性能ではない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離がおよそ 250km ほどとされる同ミサイルであっても、その価値に疑いの余地はないため、現行の一二式地対艦誘導弾も一定の価値は担保されるだろう。この一二式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず、射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的には、さらに、およそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれている。一二式地対艦誘導弾の能力向上型は、
名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体は、ステルス性能を加味した、ほとんどオリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も、九州本土から、物理的な対応を可能とするものとなる。また、オリジナルの一蓋式地対艦誘導弾が、装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では、航空機に搭載する形式や、艦艇に搭載する形式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されている。これによって、運用は、陸海空3自衛隊の部隊の全てをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるが、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定である。次に、当初防衛用の高速滑空弾だが、こちらは、飛翔速度が音速を超過するとみされており、現時点では、まず、射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の用と位置づけられている。当初防衛用の高速滑空弾は、一蓋式地対艦誘導弾等と異なり、兵器としての分類上からは、弾道弾タイプの極超音速滑空体 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろう。この当初防衛用の高速滑空弾も、2030年代以降を目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされる。また、潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm 魚雷発射艦6門から運用可能なものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン追艦巡航ミサイルを代替することになるのだろう。この潜水艦に搭載する誘導弾も、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を加味し大型化させているため、533mm 魚雷発射艦からのそのままの形での運用は困難とめされる。そのため、533mm 魚雷発射艦での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様に、やはり、対艦・対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろう。海上自衛隊では、VLS 垂直発射艦を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である533mm 魚雷発射艦を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられる。